はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。ジャミラスの祠、今日チャレンジしていきたいと思います。はい、今回はですね、アンコール戦法をやっていきたいと思います。ラミアスの剣を持たせた魔剣士が、メインアタッカーで、あとはですね、大神官3人というパーティー構成に、なっております。はい、ということでですね、早速やっていきましょう。はい、一応、はい、ルビスの槍のですね、いきなりスキルが、発動して守備力をね、下げることができました。ということで、まずですね、大神官二人はね、クニクニ肉球ロットを持たせております。はい、クニクニ肉球ロットがねありますので、バイキルトがね使えるんですね。ということで、魔剣士にバイキルトをかけて、そして、攻撃を回していきたいと思います。はい、剣魔合一が出たらですね、まあ攻めていくんですけれど、まあ、出ないので、まあ、気合ためをしていくという形になります。はい、気合ためで剣魔合一が来たので、はい、フォースブラストをですねやっていこうと思います。はい、というわけでちょっとね、一旦じゃこう難しいと思うので、はい、あ、一旦で一発でいけましたね。はい、はい、もうちょっと時間かかるかと思ったんですけど、はい、一発で、なんとか倒すことができました。結構あっけなかったですね。はい、 S は出ず D でしたね。はい、ということで、まあ、一応ちょっとね、パーティー紹介の方を、していこうと思います。はい、というわけで、動画を始めて1分40秒ですね。結構あっさりと勝つことができました。これ今日の祠だったかな、まあ多分ね、今日の祠だと思うんですけれど、まあ9万ダメージ与えたのでね、はい、ジャミラスの祠、今日のクリア仕様のミッションをですね、先ほどクリアできました。はい、というわけでこれですね、はい、ジャミラスジャミラスというですね、称号をいただきました。ということでいただきましょう。はい、ということで、まあ、一応ね、パーティー紹介の方をしていきましょう。大神官さんに、と、魔剣士ですね。はい、ステータスがですね、まあ、こんな感じになっております。はい、魔剣士はですね、はい、攻撃力が1179となっております。はい、次、装備なんですけれど、まあ、一人目、大神官、プニプニ肉球ロット、バイキルト使えるようにですね、こちらも同じですね、プニプニ肉球ロット。で、3人目がですね、ルビスの槍。守備力ダウンをね、いきなりスキルで狙っていきます。はい。で、魔剣士が、はい、ラミアスの剣。まあ、あとね、異様属性の攻撃力アップの装備をしております。はい。で、心はですね、一応こんな感じに、なっております。まあ、一応ね、魔剣士より早く動いて、まあ、バイキルトをね、突っかけられるようにという狙いです。はい。で、魔剣士ですね、アラグネ、欲望の魔人、ピサロ、そしてトロールキングという構成で、まあ、会心率アップなりですね、まあ、そう、心構成なんですけど、はい。欲望の魔人はですね、はい、キーアイタメがね、あるんで、これはね、必要ですね。で、アラグネは会心率アップと、異様属性斬撃対義ダメージアップがあります。はい。ピサロもですね、魔剣士が、つけると、はい、会心率 2% アップあります。はい、トロールキングは会心率アップがあるわけですね。はい、で、イオの S 真珠ですね。会心率アップと、こっちは、身の守りプラス40か。はい、で、心動画ですね。はい、こんな感じに、なっております。まあ、左も右もあるという感じになります。はい、というわけでですね、まあ、あんま参考にならなかったかもしれませんが、とりあえず、はい、ジャミラスの祠今日、こんな感じでクリアすることができました。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。